エレキ元気輝き、皆さんこんにちは。山釣り町の県民リポーター大場みのりです。今日はチンプや山釣りの魅力を皆さんにたくさんお伝えできればなと思います。よろしくお願いします。ツインペア山釣りは子供100円、大人300円というリーズナブルな料金が魅力の山釣り町の町民プールなんですが、実は夏休み期間中、町内の小中学生はなんと無料で利用することができるんです。この日は午前中の会に10人ほどのお子さんが遊びに来ていました。はい、こんにちは。ツインペアのプールの中で何のプールが一番好きですか？流れるプール。流れるプール、どんなところが楽しいなと思う？流れるプール流れるところが楽しいと。そう、子供たちに人気なのが流れるプール。館長の阿久津さんに特徴を聞いてみました。一周で100m。 おお、結構長いですね。はい、でこれに付してくるのがスライダーです。町営でスライダー付きの流れるプールがあるのはもしかしたらちょっと珍しいかもと思うのですが、皆さんの地元ではどうでしょうか。そして室内の温水プール、屋外プールは夏だけですが、こちらは1年を通して利用することができます。さあ、今日はスインペア山釣りにお邪魔しました。とっても楽しそうな施設ですね。ぜひ皆さん夏休みの思い出にスインペア山釣りに来てくださいね。See ya!